はい、皆さんこんばんは。ワドです。2018年4月の4日、23時49分です。よろしくお願いします。ミスケいらっしゃい。ワド2アイテムありがとう。猫さんアイテムありがとうね。はい、カム、あれ、カモさん、変えた？サムネ。どうもどうも、ワドツー。ありがとうございます。ありがとう。アイテムありがとう。これで34発かな。ありがとうございます。ねえ、かっこいいじゃん。サムネ変えて。うん、ありがとう、アイテム。あざます。みつけありがとう。いや、今帰ってきたよ。明日岡山だよ。楽しみだね。岡山とかみんな行ったことある？どんな町なんだろうな、岡山。行ったことないところに行くって楽しいよね。行ったとこないところに行くって。3発か。はいはい、エンビーいらっしゃい。ありがとう、ワタムさん。花火ありがとう。ありがとうございます、ワタムさん。サンキュー。岡山名物きびだんごかな。岡山の名物、岡山名物、岡山の名物見てみようか。ご当地ランキング、何が美味しいんだろうね。うなぎ、豚のかば焼きとかあるんだ。豚のかば焼き、豚かば焼きっていうのが有名なんだ。へえ、あ、うまそう。あ、岡山飯うまそうだな。備前カレー、フルーツパフェ。なんかうまそうなもんいっぱいあるね、岡山。そば飯？エビ飯か。エビ飯っていうのがあるんだ。あ、千鳥が岡山か。はい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 。わしみたいな言い方だ。おー、岡山ね。でも芸能人がめちゃめちゃ多いんでしょ、岡山は。聞いたところによると、なんか有名な芸能人がみんな岡山だと思うんだよ。イケメン、美男美女が多いんだろうね、多分。あ、広島在住なんだ。知り合いの社長さんが、バーをオープンして、そこで配信してもらいたいっていうことで、お仕事の依頼いただきまして。だから、バーから配信するね。何しに行くの？お仕事っすね。だから、バーでリアトツマチをする感じだね。お店の宣伝ですね。新幹線で行こうと思ってる。生まれて初めて新幹線に乗るから楽しみなんだよね。
岡山市じゃないのかな、その辺俺岡山に土地勘がないから分かんないんだけど、岡山市になるのかな、岡山駅集合だね。行ったことない土地なんで分かんないですね、まあ、とりあえず岡山駅に着いたら迎えに来てもらえるって言ってたから。リスナーさんにね、リアトツも地方に行く機会って、ね、あんまりないから、日帰りじゃないね、3日くらい多分岡山にいて、で大阪名古屋って寄って帰ろうと思ってますね。大阪名古屋経由して帰ろうと思ってる。あ、本当に。もしよかったらね、夜ね、イベントやると思うんですよ。そのお店を、リスナーさんも。なんかね、ワンコインバーって言ってて、500円でフードもドリンクも頼めるって言ってたんで、もしよかったら来て。うん、夜ね。明日の多分、夕方ぐらいには岡山にいて、で、次の日がイベントかな。7日だか忘れちゃったんだけど。ぜひぜひ来てください。あ、ドルさん、カニカマさんいらっしゃい。ドルさんは多分引退したんじゃないの、わかんないけど、ウナの時はどうやって行ったかな、鈍行列車で行ったんじゃなかったかな、鈍行列車で移動してた気がするな、確か。1回目神奈川で降りて温泉入って、でその後名古屋に行ったのかな、で名古屋でぐるぐる回って、多分鈍行だね、3、4日かけて大阪まで行ったから、確かそうだよね。なんかゆっくりゆっくりその日その日で移動してたんだよね。おい、キノコさんいらっしゃい。ワドツ、あれ鈍行だったよね。体の具合わかんないけど体調悪いって言ってたよ。うん、体調悪いって言ってたよ。髪の毛切った？伊藤さんいらっしゃい。まあ俺本人じゃないからな、体調どうなのか分かんねえな、うん、最近ねもう半月ぐらい連絡来ないんですよ、ドルさんから。体調いいかどうか分かんないね俺は。まあ大丈夫なんじゃないの、なんかコメント打ってるらしいよ、ことかとかどっか女の子の配信で。うん、闇将軍の時も鈍行列車でだから四国に入ったんだよね。大阪まで行って、大阪からなんか瀬戸大橋かなんかバスかなんかで行ったのかな。バスと電車は鈍行で移動してたよ、あの時は。新幹線乗ってないよ、うん、確かね青春18切符で移動してた記憶があるな。これ気になるよ、ピョーンって。
そうだね、あの頃はゴリゴリ動いてたね。まあ支援者さんがいたからね、お金出してくれてたから、それはでかいよね。島根行って出雲大社。土地勘が分かんねえな。島根は逆方向じゃないの。岡山から大阪名古屋って行くわけだから。デイリーランキング44位、ありがとうございます。ありがとう。だんだんね、50位近くに入ってこれるようになったね。ありがてえ、マジで。あざーす、皆さん。岡山観光、後楽園っていうのがあるんだ。何これ、川で、何これ、水と川船で渡れんの、何これ、すげえな、何これ、すげえな、へえ、何これ、江戸時代みたいじゃん。美観地区って言うんだ。これすごいね。江戸時代じゃん、江戸時代。何これ？すげえ。岡山何しに来るの？いや、だからさっきも説明したけど、知り合いの社長が飲み屋を出して、そこで配信やってもらいたいっていう。倉敷行くかどうかわかんないね。行けたら行きたいなとは思ってるんだけど。すげえ楽しそう、岡山。あ、倉敷でも行きたいな。これすごいね。倉敷行きてえな。かっこいいね、これ。うわー、天国じゃん、こんなの。すげえ、こんなところあるんだね。桜はもう咲いてないよね、多分。岡山ってもう桜終わっちゃったでしょ。そう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 、岡山駅の付近にいる。そんな感じ。満開なんだ、今。うわ、最高じゃん、じゃあ。うわ、楽しみだわ。わかんない、稲葉浩二。あ、リアド全然。お店で配信するときは、リスナーさんもぜひ行って、お客さんで来てくださいって言ってたよ。明日ならまず咲いてる？うわー、楽しみだわ。よかった、よかった。明日の夕方には多分、もういると思うよ。
夕方にはいるだろうね。楽しみだわ。三井アウトレットモールには関心がないんだけど岡山に行ってなんかショッピングって微妙じゃない？どうなの？それだったら東京でいいんじゃないの？東京の方が全然ショッピングは強いでしょ。どうなんだろう。はい、ワード2、トモさんいらっしゃい。はい、たくみさんいらっしゃい。ご当地 B 級グルメ。このさ、私が噂のナンバーワンお嬢様っていう人ってさ、こんなに大手なの？なんでなの？なんでこの人こんなに人気あんの？キャスで有名な人なの？この人なんか最近よく見ない？私が噂のナンバーワンお嬢様って、なんでこんな閲覧あるの？俺この人知らないんだよ。なんかめちゃくちゃ大手じゃない？キャスで有名な人なの？この人誰か知ってる人いる？私が噂のナンバーワンお嬢様。岡山は食島が有名。カレオさんお疲れっす。こんばんは。関西桜散ったかもしんねえんだ。キャスの人なんだ。ああ、じゃあ入れ違いかな。便所さんと俺は入れ違いだと思う。多分、すれ違う感じだね。育児、ああ、なるほど。叩かれてる人か、この人が。はい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 。炎上してるってことね、この人が。悪いやつじゃん。じゃあ、なるほどね。ようやく意味が分かったわ。この人が虐待してる人なんだ。あー、じゃあ何、もともと大手とかじゃなくて叩かれて炎上してるだけってこと？なんかね、喋りも上手くないし顔も美人じゃないし、なんでこんなに売れてんだろうこの人と思って。最近だよね。四季って名前なんだこの人が。なるほどね。ようやく意味が分かったわ。売れる器かとか思って、どんだけトーク力あるんだろうとか思って。別にパッと見美人でも何でもないじゃん。要は便所さんが叩いてる人ね。なるほど。太陽の塔にそっくり。なるほどね。ようやく意味が分かったわ。そういうからくりか。なるほどなるほど。いや、もともと仮想ってことでしょこの人は。おー、なるほどね。じゃあ嫌われてて炎上されてる状態か。それで閲覧1000に行くからすごいよね。だからフォロワーが少ないのか。なんかめちゃめちゃ売れてるのかと思った。すげえ人気者かと思ってたわ。まあ、虐待はダメだよな。な、許されるわけないやな。まあ、子供産んだらね、女捨てねえとな。母親になるんだから。生まれてきた子供にはね、罪がないよ。のんちゃんお腹空いてないの？何食おうかな。
ねえ、みんな同じ名前してるよね。私が噂のなんとか、ナンバーワンなんとかってね。はい、ダムダムさん、こんばんは。お疲れっす。明日はうまいもん食おう。ステッカー何枚くらい持ってきゃいいかな。岡山県民は俺のステッカー買ってくれるかな。はいはい、渡辺さん、また来て。明日来てね。おやすみ。ゆっくり休んでください。機材がたくさんあるからな。また明日来て。うん。いや、まあ、なんだろうね。相談があるって言われたけど、何なんだろう、相談って。俺もね、久々に会って楽しみなんだよね。すげえ、なんか年下かの同学年か忘れたんだけど、めちゃめちゃ成功してるんだよね。昔で会って。すごいよな。もう授業手広くやってて。うん、前からこの人ビジネスうまいなって思ってたもん。すごい人当たりもいいし、なんか結構年配の経営者に可愛がられてて、あ、こういう人が成功するんだなって、温厚な性格でさ、なんか人脈作っていくのがうまいんだよね。俺は経営の才能なかったからな。いや、すごいよ。今だってなんだろう。福祉事業とか事業所も何十個もやってるし、不動産も当たってるし。あれ、もともと出会った頃何やってたんだっけな。ハンコ屋さんだったと思うんだけど。町のハンコ屋さんから成り上がりすぎだよな。それこそ20代後半ぐらいに出会ったんだよね。いろんな授業やってるよ。年商億とか余裕で超えてるだろうな。だって家泊めてもらうことになったんだけど、びっくりしたもん。さっき電話で話して、いや、家結構でかいんで、家招待しますよ、配信もしてくださいっつって。え、何部屋あるんですかって聞いたら、 13LDK って言ってたよ。 聞いたことある え、ってなった。リスナーさんもハテナマークだったもんね。俺ネタかと思ったんだよ。
ああ、家 13LDK ですねって。13LDK? 笑わない？150坪っつってたな。すごいよね。聞いたことないよね。いやだから俺が生主5年間やってる間にその社長さんは大成功したんだよ。いやお手伝いさん必要なレベルでしょ本当。お店も楽しみだけど豪邸でしょ 13LDK って。なんかすごいよね。30代前半だと思うんだよな。下手したらまだ30代じゃないのかな。いくつだったっけな、年齢覚えてないんだけど。なんか最近の若手のゴリゴリしたなんか背筋主義者みたいな経営者じゃなくて、なんかこう温厚な感じの経営者、うん、診療所跡地だよ。それを見せてもらおうよ。議員とかになるのかな、どうなんだろうね。あ、でもね、そうそう、政治家さんに可愛がられてたからあり得るかもしれない。地元でもともと議員さんとかとすごい仲良かったりとか、なんかあの青年会議所みたいななんかあるじゃん、そういう集まりとか、そこで可愛がられてたんだよね。とにかくね、だからね、若いのに頑張ってるなみたいなタイプなんだよ。お年寄りから可愛がられるタイプだったの。日本刀持ってないと思うよ多分ね。みんなが思ってる若手経営者とは違くて、クラシックなタイプの、なんか IT で当てたとかそういうタイプの経営者じゃない。もう本当にザ昔ながらのなんかこう温厚な社長みたいなタイプで、だから人を大切にする人だったね昔から。これ気になるな、なんだろうこれ、ピョーンって。ずーっとニコニコ笑顔で笑顔でいるタイプだね。まあ成功者だよね。でもなんかあれじゃない、その俺として何が嫌だかってさ、生放送するときにあの配信する前の知り合いだから、そこをなんかリスナーさんに突っ込まれたくないっていうのがすごくあるんだよね。なんか配信する前はどんな感じだったのみたいなのを突っ込まれて、その社長さんがペラったりしたら嫌だなと思って、なんかキャラが崩れそうで嫌じゃん。それが怖い俺は。その配信する前の知り合いをこう配信絡めるっていうのは、いや5年ぶりどころじゃない、7年ぶりとかじゃない、うん、リアルで面識っていうか、あの社長やってた頃に社長で紹介されたの。はい、若津。社長、社長で商談とかをしてたんだけど、実際ビジネスは一つも組んでないの。ただ、そう、俺が関係してる社長さんとかが、こう、なんつうの、お世話になったり、従業員になったりとか、つながりは深かったの。うん。そう、配信する前の知り合いが放送に移るっていうのは珍しいから。だからなんかそういうのがこっぱずかしいよね。リスナーさんにそういう一面見られたくないっていうか。うん。初めてなんじゃないの、配信する前の知り合ってる人があのカメラに映るっていう。なんか俺はなんか過去をこう話されるのがすげえ恥ずかしいから嫌だね。緑丸さんこんばんは。どんな相談なんだろうね小愛さんね。ていうか小愛さん来るの久しぶりじゃない、なんか、うん、なんだろうね、相談があるって言われたけど。
ゆいこさんお疲れっす。夜遅いっすね。最近寝れてます？大丈夫っすか？ねえ、久しぶりだよね、小愛さんね。ネットいじめ？ネットにいじめなんかないよ。ネットやめりゃいいよ。アンコロいらっしゃい。今終わった？お疲れ様っす。今仕事終わったんすね。でもまあ、捨て頃までね、結構バタバタして忙しいよ、本当に。忙しいうちが花だよね。忙しいうちが花だよ。忙しくなくなったら生主なんか終わりだもんね。メールした人がそれをブログにしてて。ああ、まあ時代だよね。晒されたってことか。便所ひどくない？何がすか？わかんない。便所さんが何がひどいのか。あんまり変な質問しないでよ、みんな。社長さんに。頼むよ。なんかこっぱずかしいからさ。配信者の和道でいさして。古い話とかしないで。何食おうかな。今月はね、練習試合4月の末にやろうと思ってますね。4月の末に予定します。どうだろうね。便所太郎さんも、解説やってくれるって言ってたし、日付が合えば。トム・ソーヤ池上さんとか、アキラッパとかも来てくれるって言ってたから、今回ちょっと人数増やして大型で、わちゃわちゃやろうかなと思ってて。で、オープニングで体温めるところはもう配信しないで、もうスパーリングだけ垂れ流そうかなと思ってて。で、まあ、リスナーさんでリアトツまた募集して、来たい人がいたらね。そんな感じでやろうかな。おお、磯六さんいらっしゃい。うっす。どうも。岡山行く。岡山来るのって、磯六さん岡山の？岡山県にね、ちょっと企業案件いただいて、バーがオープンして、で、そこで配信回してほしいって言われて、まあ、岡山のリスナーさんと交流しようかなと思って。マジで？来る？バー。一緒に飲みます？なんかワンコインバーで、なんかお店がオープンしたから、そこで配信回してほしいって言われてて、で、リスナーさんも大歓迎だって言ってたよ。飲もうよ。あ、でも顔出ししないのか。会ってみたいね。なんか岡山、なんつったかな、岡山の、
来る？イソロクさん。うん、来てよ来てよ。せっかくだから一期一会だから。からも？岡山のなんだ？北区？岡山の北区、清照橋。清照橋って読むのかな？北区だって書いてあるね。うん、来れたら来てよ。結構いい感じのお店っぽいね。世紀橋か。世紀橋のバーで飲んでるから。結構なんか良さげだけどね。これそうだったら LINE に連絡ちょうだい。うん。地方遠征は大事だよね。やっぱリアルに触れ合っていきたいもん。でもね、なんか噂に聞いたら岡山結構配信者多いって聞いたんだよね。おお、たむたむさん、いってらっしゃい。仕事中だったんだ。ありがとね、覗いてきてくれて。うん、夜勤だ。ありがとう、来てくれて。いってら。体がなまってバッキバキだな。
明日岡山、うん、明日岡山だね。明日明日、うん、明日っすよ。明日新幹線生まれて初めて乗って岡山行って、で 2,3 日過ごして大阪名古屋って観光して、で帰ってくる感じ。ステッカー何枚くらい持ってこうかな。大阪は一回あるね、行ったこと。うなちゃんマンの店に行ったからね。え、桃太郎ジーンズって有名らしいよね。でも俺リーバイスが好きだからな。どうなんだろう、ジーパンは買わないかな。なんかジーパンのメッカならしいよね、岡山は。ジーンズ有名だってさっき教えてもらった。早めに行くのもありだよな。3時間ぐらいかかるって言ってたから、うん、あ、いちご狩りか。あー、いちごか。はいはいはい。あ、俺いちご好きじゃないかな。のりこがいちご大好きなんだけど、まあ、腐っちゃうよな、持って帰ってくる頃には。あ、高円寺にもショップあるんだ東京便利っすねわざわざ向こうで買う必要ないっていう。そうなんだよな、東京住んでるとそれがあるからな何でも揃っちゃうかんね。値段とかは安いのかな、地方の方が。そう、ご当地とかも手に入っちゃうんだよね、東京は。東京便利だわ。金梅さん今日すごくない、花火。花火500発とか見たことないんだけど。なんで金梅さんこんな花火上がってんの。やば、花火500発だって。何これ、どういうこと。あ、まあ限定品とか興味ありますね。値段安かったりすんのかな、地方の方が。なんで金梅さんこんな花火上がってんだ、500発。何これ、すげえな。何これ、とんでもないスーパー花火師がついたのかな。500発ってもう25万稼いだってこと。やば、えぐいな金梅さん。さすがレジェンドだよね。すごいよね、配信者稼ぎすぎだよね最近。
バブル状態でしょ。だって一時までみんな貧乏暮らししてたのにさ。だってさ、テルチャンピンと初めて会った時の動画見たのよ。和道とテルの見てみる。初めて会った時のテルチャンピンこんな感じだったんだよ。あるかな、ちょっと待って。あ、初めてのテルあったね。初めて俺の家に来た時、稼いでない頃のテルこんな感じだよ。これ俺の家に初絡みの時なんだけど、バブルは弾けるでしょ。こんな長く続くわけないじゃん。こんなエスキモーみたいな格好してたんだよ。月収8万円の頃のテルだよ、これ。なんか服4枚ぐらい着てて、モフモフだったの。こんな感じだったの。今じゃ想像つかないよね。こんな感じだったんだよ。寒い、家がない、誰か止めてっつってたんだよ。クマも半端じゃないでしょ。ホームレスだったかんね。クマ半端じゃないね、テル。こんな感じだったんだよ、出会った頃。エスキモーでしょ、エスキモー。真冬。いや、だから俺のテルのイメージこんな感じなんだよ。そう、パルとヒカルくんが住んでた時に、なんか急にブレイクしたんだよね。そう。モフモフで寒い寒いって言って歩いてたんだもん、こうやって。まさかこんなに売れるとは思わなかったよね。何なんだろう、誰が売れるか全く分かんねえわ。すごいよ。想像もしてなかったよね。今じゃねえ、最も成功したうちの一人になってるもんね、テルチャンピン。なんか、いや、もともと優しかったからね、うん、テルは女の人に。まあ男にも優しいけど、人柄じゃないの、やっぱりでかいのは。ただまあなんか熱狂的な囲われ方してるから、アイドルみたいになってるから違和感はあるけどね。なんでこんなことになってんだみたいな。何なんだろうな。なんかすごいよね。これがだからバブルなのか、まだほら始まったばっかりだから配信者が稼げるようになったの。YouTuber みたいに1億円プレイヤーがバンバン出てきて、そのテレビとかに出るようになるのか、それとも今がピークなのかっていうのは分からないよね。バブルは弾けてみるまでどこまで行くのか分かんないから、もしかしたらこれバブルなんじゃなくて始まったばっかりかもしんないじゃん。これが怖いところだよね。そのまだまだ伸びていくのかダメになっていくのか分かんない。まあ優しいよね、テルはね、うん、あ、それはね、あの台本がないからだと思うよ。アドリブに弱いんだよ。あのテレビってさ、本当になんか、はい、それでは CM です、はいカットみたいな。はい、じゃあ次の方、本番5秒前、台本の何番読んでください。それじゃあ行きます。5、4、3、2。今のあれはないと思います。ですよね、はいカットみたいな、こんな感じだよ。つないでつないでつないでだよ。本当に全部のセリフ用意されてるぐらいだと思った方がいいよ、マジで。生放送以外は
喋ってるうちのほとんどがもう何やってって AD がこうやってもうカンペ出してんの。でそれをどう言うかな。だから無理だよねやっぱ。だから俳優さんとか役者さんに近いよね。テレビの現場行ったことあるとわかるよ。まあ喋りはうまいけど、そのなんつうの、構成作家とか台本書く人がいないと、あのね、舞台に出まくってる人は喋りうまい。もうリアルなお客さんの声とか、あの漫才とかでやってる人はうまいんだけど、やっぱテレビの人はテレビだよね。やっぱダメ、台本ないと何もできない。なんか配信者の喋りのうまさとね、芸人さんの喋りのうまさ全然違うんだよ。だからテレビの人って意外とアドリブ力なかったりするよ。その代わり一発の顔芸とか一発のそのコメント力みたいなのすごいあるけど、煽り体制はないだろうね。だから下手にネットやって炎上して消えた芸人とかもいるじゃん。なんだっけ、低燃費煽って干されちゃった人、なんかすごい売れてた芸人さん、なんだっけ、低燃費にブスって言って消えちゃったもんね。なんだったっけな、あの跳ねるの扉とか出てた人じゃなかったっけ、なんだっけ、名前出てこねえな。すっごい有名な人が炎上してたよ。あ、テロップとか効果音でかいっすね。あと笑いつけ足すじゃないですか。はははははとか。あ、堤下だ。堤下。堤下もネット配信やってダメになっちゃったもんね。ツイキャスやってね。低燃費っていう配信者が突に出て、で、堤下がブスって言っちゃって、なんかすごいアンチコメントみたいの煽り体制なくて、低燃費ボロカス喧嘩突みたいにやっちゃって、で芸能人が一般の女性にブスとか言うのどうかと思いますって言って、すごい大炎上してたよ。まあ筋書きは全くないよね。だからアドリブを毎日やってるだけだから、だから話がめっちゃくちゃになるんだ。あ、芸人さんは生放送よりも YouTube やった方がいいと思うね。あのフリートークってやっぱ難しいよ。で逆にね、トークライブとかに慣れてる人は生放送すごい向いてると思う。舞台慣れしてる人とか。話を聞かせるって結構テクニックいるからな。その聞いてる側のさ、心喜んでるのか悲しんでるのかとかをコントロールできる人じゃないと無理だよね。俺だけどニコ生見ててすげえと思ったのが、やっぱビートたけしなの。俺本当にビートたけしさんがいかに芸人としてトップレベルかわかるよ。あのニコ生に出た時のビートたけしさんのつかみ見てごらん。もうアンチコメントだらけだったの。すっごい荒らされてたのよ。石川紀之とか暗黒放送出ないってなって、で、うわやりづらそうと思ったけど、いやよーってこれコメント流れてんだろっつって、今よたけし軍団に書かせてんだよとか言って、だからお前あれだよとか言ってガン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 取り込んでいくの。そしたらさすが殿とか、私がビートたけし軍団ですとか、どん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 変わっていくのよコメントが。あれはすごいと思ったよ。そう、ビートたけし見てみる、本当にすごかったよあれ。ビートたけし、ニコ生、去年か一昨年だよね、あれいつだったかな、紹介議員。あれは本当のプロだと思ったもん。ビートたけしが出てからの流れ、これかな、石川紀之が出る出ないで揉めたんだけど、多分これだと思うんだよ。コメント欄の流れがすごかったね。私は一体何を信じればいいのでしょうか。フリートークすごかったもんね。みんなバレたかバレたかって言ってました。
最初はねすごい荒れてたのにすごかったよ。本当の芸人だなと思ったもん。これ見てみるといいよ。ビートたけしニコ生で。うまいよね、こういうの。この裏に蓮舫が民主党っていうさ、町会議でイベントやってんだけど、バナナ屋じゃねえか、台湾のバナナ屋の姉ちゃんじゃねえかとか言って笑いどんどん取ってくんだよ。すごかったよこれ。だからテレビがいかに、たけしさん多分テレビでも喋りまくってんだけど、いかにカットしてるのかってわかるよ。すごいよ。民主党の蓮舫とかなんだよ。あれ俺と一緒に風呂入ってケツ触れたよ。そうですよ、寝かせないですからね。もうすごいよね。それ多数決で決まる。これはすごかったよな。これ見るとビートたけしがいかに芸人としてすごいかっていうのがわかるよ。現役バリバリ。あとやっぱいいともの、あの最後だよね。笑っていいともの最終回でネタぶっこんできた時に、あ、この人やっぱ抜群にすげえなっていうか。ルリさんこんばんは。あーもう神がかってるわっていう。喋りで食うってこういうことなんだなと思ったもん。芸で食うっていうか、芸人だよ芸人。はい、こんばんは。こまたさんいらっしゃい。紹介儀、そうそうそう。いや松本人志、なんだろうな、ビートたけしは本当になんだろう、松本人志のすごいところはやっぱりね、あの実は敵も多いと思うんだよ。松本人志って万人受けするタイプじゃないと思ってて、だけど熱狂的な信者を作るのがすごい上手いなと思ったね。要は松本人志の笑いの感覚って普通の人は理解できないはずなんだよ。だけど俺は松本人志の笑いがわかるぜっていう。だからなんつうんだろうな、松本人志が好きな人ってこの笑いがわかる俺すごいでしょっていう広め方をするの。だからあれはなんかなんていうのかな、なんて言ったらいいのかわかんないんだよな。本来万人受けするタイプじゃないと思ってて、信者っていうか客層っていうか、そのターゲットを絞るのがうまかったっていうか。そう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 、喋りうまいかな俺。そうか、俺は喋りうまい方じゃないと思うけど。ちょっとトイレ行ってくる。
はいはい、ワドツ。ビートたけしお笑い的につまんないんだ。一回会ってみたい。はいはい。何なんだろうな。松本人志のあの鍛えまくってる感じは面白いけどな。うん、俺は喋りうまいとは思ってないけどな。喋りがうまい、どうなんだろう。俺ね、実はね、こいつがもし生主になったらとか、こいつが芸能界入ったら確実に売れるなっていう人は一人だけいて、同級生に。とんでもなく面白いんだよそいつ。でね、今何やってんのか分かんないけど、同級生で小学生でもう喋り本当にうまいのよ。びっくりするよ。あのね、はっきり言って石川の隆起なんか目じゃない。うん、うん、そいつはすごかったな。もう合コンやっても飲み会やっても、もうなんつうの、お笑い理論とかもよく分かってんのよ。そいつが生主やったらなとは思うけど、まあ才能あるやつってやらないんだよな。すごいよトーク力。だそいつにね、漫才組もうって言われたことあるんだよね。友達なんだけど、俺お笑い芸人になりたいからコンビやらないかって言われたことあって。あの生主はそいつに喋り勝てるやついないと思ってる俺。あのもう本当にタイプ的には石川紀之さんタイプみたいな感じなんだけど、もう質が高いのすごい。いやもうなんつうんだろう、プライベートトークなんだけど、なんだろう、もうネタがしっかりして構成がしっかりしてんのよ。そう、だからそいつにいじられてたなよく。だから飲み会とかでよくツッコミタイプなんだけど、そいつはどんなトークっていうか難しいよね。でそいつにあのいろいろ教わったね、笑いの取り方とか、どういうことをやるとどうなるっていう、その構成があるの。あと例えば無茶ぶりってあるじゃん。何か話題を振られた時に笑いが取れない人って考えるんだって。要は面白いこと言おうとするとダメなの。そうじゃなくて、芸人さんって実はパッて振られた時に一番最初に思いついたことを言ってごらんって、それが一番面白いからって言われた。うん、でツッコミが笑いを作るんだよって教えてくれたね。だからどんなこと言っても俺がフォローしてあげるから、俺がパッて振ったらパッて返してごらんって、そしたら絶対面白くなるからって。そう、あの間が滑らせるって言ってたね。あと滑ったなって思っても天丼で3回言うと笑いが取れるとか、うん、3回言ってごらんって、しつこくって、そうしつこさが面白くなるとか。なんかそいつお笑い大好きですげえ勉強熱心で、自分でなんかそのお笑い芸人が持ってる理論みたいなのを自分でもうパクってるのよどんどん。すごかったねそいつのトークは。多分頭が底抜けていいんだろうな。でベースやってもうまかったし、空手とかも県大会1位になってたし、なんかね天才っているんだなと思ったもん。この面白さを伝えるって難しいよな。なんか何やってもなんかこう極めたがるやつだったね。で特にお笑いに関してはめちゃめちゃうるさかったね。漫才やってたら天下取ってただろうな。だからさ、才能があるから、才能がある、あってもその表に出たりとか、結構そのシャイな性格だったから、俺の場合ガツ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 何でも出たがりだから、そのなんだろう、才能のある人って意外と前に出たがらなかったりするから、埋もれちゃうんだよな。もったいないよな。
ありがとうございます、田所さん。はい、あとお笑い芸人さんがよくやるのが、あの滑らせないっていう空気を作るよね。あの松本人志の滑らない話見てると分かるんだけど、あれって滑るか滑らないかって周りの人が決めるんだよ。だから誘い笑いを仕掛けてくるっていうか、終わったよっていう合図出すもんね、顔でね。で周りがうわーってやるっていうか、それの典型的にうまいっていうか、そう笑う空気を作るのがうまいっていうのが、俺はあの千原ジュニアだと思ってて、千原ジュニアの話し方っていうのはさ、もうテンプレートみたいにうまいの。なんかこう抑揚だったり間だったりとか、実はさ、あのみんなさ、話の内容で笑ってるわけじゃないんだよね。そのなんていうのかな、雰囲気とかで笑ってるんだよ、意外性とか。で千原ジュニアの喋り方はすごいなって本当に思うね。あれはなんか先輩芸人が千原ジュニアを使いたいって思うっていうかさ、すげえわかる。ツッコミもできて、誘い笑いもできて、なんかいるだけで番組が盛り上がるみたいな、ああいうポジションって大事だよね。多分一番スキルあるの千原ジュニアじゃないかな。あ、それは水道橋博士がよく言ってましたね。あの笑いは強さだっていう、要は笑わせるぞっていうのと、要は周りが強制的に笑わせるっていう。でビートたけしはそれがあったっていう。で松本人志も同じものを持ってたっていう、うん、だからその笑わないといけない空気を作るっていうか、喧嘩しても強いっていうか。いやーすごいね、いやーすごいねを多分千原ジュニアだったらどうやって言うかって言ったら、いやーすっごいっすねーっていうの。今のいやすごいねっていうのを、いやいやいやすっごいっすねーっていうの。これ喋ってる方気持ちいいんだよ多分。わかるでしょ、待ってくださいとか、いやーみたいな、あのオーバーすぎるぐらいの、なんかあれがゲーだと思ってるね、千原ジュニアの。マジっすかとか、うん、そう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 、あれって意外とできないんだよね。生主は意外とやらないよね、あれ。淡々と喋るっていう か、 だからジュニアさんぐらいオーバーにやる人が現れてもいいのかなとか思うけど、あれはでもスキルだよな、完全な。あと間の取り方だよね、間の取り方。だからね、意外とそれをやってるっていうのは、俺はうなちゃんマンだと思ってて、話の内容じゃなくて擬音と間と抑揚でごまかしてるの。あれはすごいと思うよ。おーとか、いやーとか多いでしょ、うーんとか多いでしょ。意外とねこういう擬音使わないんだよね。あーとか、あーとか言うじゃん。それ必要っていうのが結構多いんだけど、だから、うん、
はーいとかさ、そういうので尺の取り方がうまいっていうか、うん、声っすね、うん、何いらっしゃる、うん、俺だからうなちゃんマンに言われて気をつけたことが、俺実はね喋り方声がキモいとか声が嫌いって一番言われてたんだよ。でも最近すごく声が好きですとかさ、声聞きやすいって言われてるんだけど、これ実はね支持してくれたのうななんだよ。あのね3倍ぐらい早く喋ってたから3倍遅く喋ろって言われた。喋りうまいのは分かったから、お前トーク力あるから和道くんって3倍遅く喋ってごらんって言われた。でそしたらあのリスナーつくよって。君はあの頭の回転が速すぎるからそのスピードで喋るのに慣れすぎって言われた。だからゆっくり喋るだけで君は売れるよって言ってくれたのちゃんまんだったね。いや昔はだからこれくらいに喋ってたんだよとっとこさん。であの聞き取りづらいっていう風に言われてたの。声が高いし何言ってるか分かんないし、俺は大体ねこれくらいのスピードで喋るのがだんだん慣れてるのよ。だから過去のねニコニコ生放送の YouTube の動画とか見るとこれくらいに喋ってることすごい多いんだよ。でこれくらいのテンポでずっと12時間ぐらい喋ってたのかな聞き取りづらいでしょ。これをもう強制したの3ヶ月間ゆっくり喋るゆっくり喋るっていう。疲れるでしょ。そうだからウナのアドバイスはもう的確だったね。3倍ゆっくり喋ろうって、そのスピード感はいらないっていう。でもたまに出るよ、うん、たまに出る。いややっぱすごいよウナは。見てるよやっぱ。あ、落語的ですよねウナちゃんマンの話は。おいミミさんいらっしゃい。若瀬あれコメ欄表示されてないね。ハートありがとう。3倍早く喋るっていうか、昔営業マンとかやってる頃こういう喋り方だったね。あの事業をやってる頃はパン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 喋るみたいな、トン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 みたいな。だからね、あの性格が変わったとか丸くなったってよく言われるんだけど、俺的には変えたのは喋り方を遅くしただけ。ないトーク力あるよね俺さ。だからこの前も話したんだけど、X さんがシルバー作りながらうなちゃんマンの放送を見てたの。でね、リスナーさんの質問がコメント欄ね、うなちゃんマンさん AI で、これからの仕事はどう変わりますかっていう質問に対して、うなちゃんマンはいやまああれだな、 AI っつうのはよ仕事を奪うな、いやなあ仕事なくなるよ、おい、ああ。で、それだけのことを10分間ずっと言ってんの。全く内容がないの。いや、仕事なくなるな、つって。すごいと思ったよ。10分間ずっと仕事なくなるって言ってるだけなの。いや、天才だわ、この人、と思ったもん。もうずっとその話なの。AI は、ああ、半分ぐらいなくなるな、とか言って。あれ、もう腹抱えて笑ったもん。トーク力なんだよね。な、内容は一切ないの。一つもないの、ウナの話に。学べることとか、納得するとかないの。ただ、音的に聞けるだけなの。俺はよ、なくなると思うよ、とか。何この話とか思って。すげえなと思って。いや、笑えるっていうか、仕事がなくなるの言い方を、50回ぐらい、いろんなパターンで聞いてるだけなの、リスナーは。あれでもウナの話って大体そうだよね。そう、リズムと抑揚と間、あと顔芸。そうそう、あとねウナちゃんマンがやるのがウナちゃんマンのコメントさばき方ね。おお、いやズンさん
ラジオ感覚みたいな、うん、俺はよ、これ要は普通はこうやってコメント欄見てないと普通の配信者って見れないんだけど、うなってなんでブラウザ画面を見てなくても聞けるかっていうと、ズーンさんのラジオ感覚みたいなっていうコメントに対してレスをしますよっていう説明をやるの。だから見てなくてもうなが拾ってくれたコメントが声に乗っかるから聞けるの。これすっごい偉いよ。ああ共感求めるだろうだよな。あ、そうだね、共感求めるね、うなは。いや、うなはすごいよ。すっごいテクニックの宝庫だよ。これやっぱ3年間うなのことを追っかけてたから、あのうなに関してはすごいスキルがあるっていうのよくわかるよ。もう本当にね、ラジオで聞ける人なんか珍しいよ。便所太郎さん、うなちゃんマン、俺ドルさんだ。この4人は多分ね、あの喋らせたら、俺はね結構手抜くタイプっていうか、あの波があるって言われるんだけど違くて、あのなんだろう、抜く時もダラッダラでやるタイプなんだけど、喋らせたらね、ドレさん、ベンジョさん、ウナのこの3人はラジオ絶対できるから、もうトップクラスだね。あとユイガさんもできるね、うん、千葉さんは話別に下手じゃないんだけど、内容がもうなんかとんでもすぎるから、ラジオ代わりにならね、ずっと聞けるうなの話は。あれ音がいいんだよ。だからね、俺天才だと思ったの。しばらく見てなくて、その時ね、あのビール飲まないの知らなかったの。そしたらグラスに氷を入れてカランカランカラン KP ってやった時に、あ、やっぱ天才だと思ったよ。要は音的なさ、カッポカチャン KP の流れをカランカランカランってマイクで、ここでグラスの音でKP を作った時に、あ、やっぱこの人天才だなって思って、あそこで一回 KP って書かせることによって一回集中するじゃん、みんな書きたくなるじゃん。あれ、ああいうテクニックっていうのはもっと評価されていいんだけどね。ランさんすごいね。っていうかね、俺はね、配信会で声が一番いいのランハゲさんだと思ってて、ランハゲさんと永井先生が抜群にいい声で、ランハゲさん目つぶって聞いてごらん、今度画面見ないで目つぶって声だけ聞いてごらん、とんでもなくいい声だから。ランハゲさんはねすごいよ、あの声の質はトップレベルだね。あと永井先生、やっぱね、あの人気がある放送ってね、なんか突出したなんかがあるんだよ。声はやばい、ランハゲさんの声は欲しいね。とんでもなくねイケボなんだよ。ビジュアルと声のギャップがすごいもんね、ランハゲさんは。あれは羨ましいよね。ランさんもラジオ代わりに聞いてる人多いだろうな。いや、俺はビジュアルでここまでやってきたから、声も良くない、喋り方も良くない、トークも上手くない、ビジュアルだけでここまで来たからね。うん、俺はイケボじゃないよ、イケメン。だから声の研究って大事だよね。逆にトークできない配信者はかわいそうだよな、寿命短いよね。やっぱ体張るやつって、もっと体張るやつが現れたら終わりだからね。サブカルトークってわけじゃないんだけどね、うん、サブカルなのかな。俺はね、変な人が好きなんだよね。変わってる人間とか変な人とか、なんか普通じゃない人が好きだから、なんかそれを語ってる時はやっぱ面白いよね。こういう変な人が世の中にはいるっていう話。サブカルになるのかな。モヒカンの時イケメンだった。そう、
でもね、なんか俺のね放送ね、だいぶ助かったなと思うのドレさんだね。やっぱりドレさんが結構俺の放送好きで、でドレさんが結構入ってくれ、解説してくれたことでね、だいぶ変わった流れが。要はね、ドレさんに注意されたのがね、演技力が高すぎるって言われたの。だからネタで、和道がネタでやってることをみんな本気でこういう人間なんだって思い込んでるから伝わってないよって言われて、でもドルさんがそれを説明してくれて、そう、あ、これネタなんだっていう見方をしてくれてからだいぶ評価が変わったから、あれは助かったね。だいぶ、ドルさんいなかったらちょっとまずかったかもしれないよね。でもドレさんが芸能界のポジションで言うとどこ狙ってんのって俺聞いたことがあってルノアールでショーン K って言ったんだよえ、ドレさんショーン K 狙ってるのと思って俺びっくりしたけど、あ、だからそうだよね、あの辺とかもドレさんがいてくれて助かったけどね。ショーン K 狙ってるってどういうことだよ。ねえ、すごいよね銀杯さんね。何があったんだろうね。なんか爆上がりしてるよね。何なんだろう。なんかすっごい花火ついたんじゃないの。とんでもねえ。ショーン K ってホラッチョから川上ってなんか学歴詐称してるコメンテーターいたじゃん。イケメンでイケボでそれっぽいこと言う高学歴キャラみたいな、ヒゲ生えたイケメンのおじさんで、ハーバード大学卒業とかなんか書かれてたのに全然高卒だったみたいな人、うん、しかも顔も整形だったっていう、うん、ほらっちょどれどれだよ。クヒオ大佐が分かんないな。太郎さんどうも。どうもどうも。山田五郎って誰？山田五郎。いやだからどうやって生き残っていこうかっていうのはすげえ考えてるよ。あー、こういうポジションだよね。あー、わかるわかる。はい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 、そうだね、こういう生き残り方理想だねわかるわかる。あー、わかるわ。俺もこういう人が理想だね。これなんでこの人使われてるんだろうっていう、なんかその花形じゃないんだけどずっと芸能界で生き残るみたいな。そんな人がいるんだ、クヒオ大佐、うん、でもやっぱり三浦純になりたいよね。やっぱり三浦純になりたいね。なんか三浦純とリリー・フランキーであるじゃん。で、三浦純の方が完全上位互換なの。サブカルとしても活動としても全部、イラストレーターとしても。サブカルの人からすると三浦純の方がかっこいいのに、ただビジュアルイメージとかだけでリリー・フランキーの方が一般層に行ったじゃん。伊藤聖
こうか。伊藤聖子。うん。だからリリー・フランキーと三浦潤って見た目だけの差だと思うんだよね。でもなんかかっこいいなと思うよ、三浦潤とか。まあ三浦潤にはなれないだろうけど。ああ、なんかね、細々とでいいから長く生き残っていきたいなと思うね、この世界で。いや、アメリカ人は絶対三浦潤にならないでしょ。全然違う。リリー・フランキーキャラ毒だよね。要はビジュアルイメージだよね。あと声とか。その業績とかさ、で言ったら、三浦潤でしょ。ゆるキャラとか流行らせたの三浦潤だからね。あれはすごいよ。あ、伊藤聖子のラップはすごいね。うん。でも日本で初めて楽曲としてラップをやったのは、あのラジオもねえテレビもねえなんだよ。ネタだと思うでしょ。あのね、実はあの黒人のラッパーを聞いて、なんだっけあの人、ラジオもねえ、吉幾三か。吉幾三はあの曲を作った理由って、黒人のラップを聞いてこういうの日本でやりたいって言ったんだよ。だから実はあの「オラ東京さ行く」だって、あれ本当にラップなんだよ、あれ。知らなかったでしょ。あの本人はそのなんつうのラップとかいう文化とかを知らなくて、なんつうの インスパイアされた感じなんだけど。いや笑うでしょ。あ、こういうジャンルがあるんだって、こういう音楽日本語でできないかなって依頼したんだよ。うん、オラこんな村嫌だってやつ。まあ、本格的にラップを日本に持ち込んでたのは伊藤聖子だね。韻踏んだりとか。あ、そうですね。マイブームも三浦潤の言葉っすね。まあでも、なんか三浦潤のマイブームっていうのどうしようもないけどね。あの、水道のさ、ステッカーあるじゃん。よくポストの中にさ、水道の電話番号書いてあるステッカーあるでしょ。ああいうの集めたりとか、あとそれがマイブームだったりとかで、今日のマイブーム何ですかってタモリクラブで見たら、あーってシンスですねっていうので、何それってなるじゃん。そしたら、いや世の中には看板にシンス1985年とかいろんなシンスがあると、でそのシンスだけをあのカメラで撮るっていう、でいろんなシンスをもう何千枚と思ってんの、このシンスはいいですねっつってそんなマイブームある？あれはすごいよな。シンス。そう、シンス何年っていう写真をひたすら集めてんの。あとなんだっけな、あの看板の飛び出しくんってあるじゃん。こういう小学生が飛び出して危ないっていう看板。あれをひたすら集めてたりとか。なんかよくわかんないことばっかりやってんだよね。うん、いや本当にくだらないことばっかりやってんだよね。あとなんだっけな、サンリオに入社しようと思ってサンリオクビになって、でサンリオに対抗したキャラクターのフィギュアとかを自分で作ってんだよ。いまだにサンリオの入社試験落ちてるんだよ。それは君が趣味でやりなさいって言われたんだよ、サンリオに。いいよ三浦潤。仏像も詳しいね、花火ちゃんね。さすがだね。うん。だからなんかあの、なんだっけ、あの、相撲協会の人とか、なんだっけ、あの、帽子かぶってるやつ。
なんだっけな、あれとかにわかだなって思うんだよね。なんか芸能界の芸能人の吸い殻とか集めてんだけど、なんか無理してやってる感じがするの。髪の毛集めてたり、なんか俺はサブカルだよみたいな、なんつったっけな、帽子かぶってるやつ、ヤクミツル。ヤクミツルは俺の中でにわか感がすごいの。うん、なんかただの気持ち悪い人っていうか、なんかサブカルぶってる人って感じだね、ヤクミツルは。うん、本当のサブカルじゃない。嫌いだね。ただね、悲しいかな、悲しいかな、帽子かぶるとヤクミツルなんだよね。完全にヤクミツルなんだよね。このメガネとハンチングかぶると完全にヤクミツルの。悲しいよな。そう、嫌いなのに。そう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 、自分、人に媚びてないっていうか、本当にひたすらでね、かっこいいんだよね、や、あの三浦純、あのね、弟子が吉田豪だっけな、誰だったかな、弟子がすごいいっぱいいるんだけど、誰が聞いたか忘れちゃった、引用元忘れちゃったんだけど、あのなんでこんなに雑誌の、あ、町山智博だ。町山智博って映画評論家の人いるでしょ。実は三浦純の初めての作家の担当だったのが町山さんだったの。で、町山さん弟子入りしてるんだけど、作家の担当の編集者になって弟子入りもしてるんだけど、どうやってこういうフリーの仕事を取ってくるんですかっつったら、自分で取ってくるんだよって言ってて、それがすごい好きなんだよ。こんな馬鹿げた企画、誰がお前仕事をくれると思ってんだよっつって、自分で売り込んでんだよバカ野郎って言ったらしいよ。そう、町山智博さんがフリーになって仕事どうやって取ってくるか悩んでた時に、もうひたすら売り込めって、もう1ページの1つでもいいし、余ってるページでもただでもいいから書かせてくれってお願いするんだって。もう5000円とかで取ってくるんだって。そう、まあ、自分で取れ仕事は、売り込め売り込めって、それはかっこよかったね。だから俺の中ではね、あの配信会って実はアンダーグラウンドカルチャーっていうか、配信そのものがサブカルだと思って飛び込んでるのよ。なんか配信見てるリスナーさんってもう気づいてなくて、メインカルチャーだと思い込んでるんだよね。吉田豪かっこいいよね。吉田豪はオタクだよな、本当の。なんかこう、なんかすごい狭いサークルでコアなファンがいる。俺はなんか配信はメインカルチャーじゃないと思ってて、その中で面白い人がたくさんいるから、そこでこう楽しいって感じがある。なんか結構その配信のなんか分析とかするの好きじゃん、人を研究したりとか。なんか面白い人が溜まってるなっていう、そういう感覚かもしれない。自分がプレイヤーとして才能があるとあんま思ってない。だからそうだよな、60歳とか50代とかに入った時どういう自分になってるかっていうのは、俺はね、ぶっちゃけで話すると、俺の人生のピーク多分40代に来ると思ってんの。30代では目が出ないと思ってて、40代で評価変わると思ってんのね。男は40代が出世の時期っていうか、進化が問われる時期だと思ってて、まだ種植えっていうか、まだ自分を育ててる段階だね。俺多分40代で評価変わると思うよ。それはね、子供の頃から思ってたね。うん、多分ね、今ね、若いのが鼻につくんだと思うの。年齢的な。なんか、言ってる内容と年齢が合ってないっていうか。でもね、40代になったらね、多分ね、そうそう、枯れ始めてから許されるようになるっていうか。あと、その生意気っていうのが別に鼻につかなくなるかなと思ってて。
うん、それドルさんにも言われたね。多分あの年取るまで待った方がいいよって、今のスタイル変えない方がいいって。うん、どうだろうね。いや40代でブレイクしそうな気はするよね、キャラクター的に。今ねやっぱね、年配者からね生意気だっていう評価なんだよ。もっと苦労しろっていうかね、自分の中ではだいぶ苦労してるつもりなんだけどね。まあでも40代入るまでねあと何年もあるから早く売れたいけどね。だから20代で売れる子とか見てるとさ、荒野とかテルとか見てると羨ましいなって思うもん、花があって。でも逆に荒野とかテルとかが40代に入った時今の状態が続くっていうのは見えない。逆にだから長い目で見たら得をするのかなっていう、キャラクター的には。だって40歳になったテルがさ、テルくんかっこいい、テルくんかっこいいってならないもんね絶対ならないもんね。荒野くんかわいいって40代で言われるわけがないから、その点有利かなっていう。わかんないよ、40歳になった和道さんかっこいいって若い子に言われてるかもしれないよそう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 、キャラクターがあるから。息は長い方だと思うよ。得は得、年齢的な得はあると思ってる。強いよねヤバゾーねずーっとじわじわ生き残るタイプだと思う。いろんなえぐい体験もうないでしょ。えぐい体験いっぱいしたよ本当に。修羅場っていうか結構苦労人タイプだとは思うけどな自分で。でもまだその主戦場みたいなフィールドみたいなものを持ってないから、自分の中でこれだっていうコンテンツ持ってないから、だからそこはね40代見据えて、なんか絶対にこのトークとかこのポジションさせたら和道にかなわないっていうのを作らないとね。そうだね、苦労した方がいいね。年取ってから苦労するよりね若いうちに苦労した方がいいから。小説は書かないかな。うん、文才が全くないんですよ僕。もし表現をするとしたら映画撮ると思う。ショートムービーっていうかドキュメンタリーとか作ると思う。映像はすごい興味あるから。小説は書かないだろうな。寝言言った今。寝てるよ。ほんと子供みたいに寝るんだよね。奇跡の47歳だから。俺47歳であんなあんな生き方できる自信ないもんね。すごくない？子供みたいじゃない、のんちゃん。笑うよな。ぐっすり寝てるよ。だからその面白い人の一人だよね彼女は。うん、まあまあまあ、うん、若いよ。子供みたいだよ本当に、のんちゃんは。年上に見えないもん、精神年齢がこう若いっていうか。10年引きこもりやってるから時間が止まってる感じがあるもん。
でもね、みんなね、今後配信会見ておくならね、今の状況をよく覚えておいた方がいいよ。今売れてる人とかがどう生き残るのかとか、もう何年もやってるとわかるけど、5年後勢力図がガラッと変わってるから。で、生き残る人と生き残らない人がね、もうすぐわかるようになるから。一発屋だから、芸能界でもいるじゃん、一発屋って言って、たった1年の期間で1億円稼いだりとか、すごい国民的になって、でも消えるじゃん。それがね、岡本太郎さんとつながってるリスナーさんから、岡本太郎さんと、まあまあ間接ぐらいで、その岡本太郎さんとのリアルな会話とかも聞いてるんだけど、すごいよやっぱり。うん、なんか天才同士の会話をなんかリスナーさんとかから集めてて、意外とね、そのなんて言うんだろうな、みんなの中にでもあるんだよ。闇将軍消えたね。闇将軍は売れる器だったんだけどね、もったいなかったよね。一時的にね、月100万、コークさんがいくつなのか分かんないけど、頑張ってる人だったら誰にでもチャンスあるよ。あの100万ぐらいだったら。あの、運はあるけど、100万いかないってないよ。うん。あの、全然あると思うよ。でも、それよりもね、配信者の100万はほんと怖いよ。うん。だって冷静に考えてみてさ、荒野とか、荒野が22歳、テルが26歳でしょ。で、今後さ、その、キープできるかっていうプレッシャーとかさ、あの、いろいろ考えると、やっぱ人生狂うと思うもん。これが本当にいいのかっていう。だから多分焦りないと思うんだよ。荒野とかテルとかって若いから、このままガンガンいけるって思うはずだけど、あの金梅さんとか意外とこんなの長く続くわけないって言ってるもんね。あの大手の人ほど言ってる。今だけだよっつって、うん、こんなの今だけだよっつって。だからいつでもその貧乏に戻れる体制は作ってるよね、心の中で。だから苦労した期間が長ければ長いほどタフだと思うの。多分ね、バーンって売れた人はね、耐えらんないと思う。うん、そうそうそう、子役みたいになると思う。だから荒野が30歳で囲われてる絵が見えないもんな。だから若いうちに苦労はしといた方がいいとは思ってる。その怖さに気づいてない方が怖いよやっぱ。あのね、闇将軍が登ったのはね、あ、俺簡単、前哨グループの時に放送を回せって実は DM 送りまくってたの、 LINE を。もう唯一人生で一回あるかないかのぶっ飛んだ大手になれるチャンスだから、今回せ今回せってずっと送ってた。そしたらもう一生食っていけるからって。でも彼は引退しちゃったんだよね。もったいなかったよね。豪華な家とか引っ越さないよ。要は今だけっていうのが分かってるから。だから大手の人ほど金かかって入ると使うの。あ、残さないようにするでしょ。貧乏な環境に身を置こう身を置こうとしてバンバン使うでしょ。あの、旅行行ったり旅行ったり、要は物として残したり財産残そうとか投資に回そうって発想しないでしょ。あの、ハングリー精神がなくなったらやばいっていうのよく分かってる。これはね、売れる人っていうか、その、持ってる人はすぐ見抜ける。ただ、売れるかどうかは別問題。あの、時の運が絡んでくるから。ただ、持ってる人はいずれ売れるよ。いずれ売れる。もう、闇商売は一回もう、なんつうの、ここぞっていう時にやらないっていうのがバレちゃったから、あんだけ有名になって。だからもう、多分期待されないと思うよ。ふわっちいくらやっても。あそこで逃げるやつだっていう評価がついちゃったから、もうそれは覆せないの。あれは最大のチャンスだったよ。前哨グループ的に回した時は。あれだから、金梅さんとかもし同じポジションだったら絶対戦ってるもん。絶対ネタに変えてるもん。っていうか、もう一回牛丼かぶりに行くとかやってたと思うよ。今度は吉野家でやってみようとかさ。ああいう、なんか、でっかいことが起こった時に、その、器が出るよね。
タイミングだけだね。だから配信上手い人は空気の読めるかどうかだよ。本当に流れを読める人ばっかり。あとね、炎上した時に美味しいって思える人じゃないと配信向いてないと思う。あ、お父さんじゃない、おじいさんだね。じゃあすごい人じゃない、お父さん、おじいちゃんが地方議員村長とかそういうレベルの、それであんだけ孵化してるから爆笑なのみんな。国会議員とかそういうレベルで、おじいちゃん国会議員で政治語ってるのは分かるけど、愛媛のど田舎の村長かなんかのすっげえ面白い。だからみんな小バカにしてて面白いの。田中角栄とか語るでしょ。違うの、おじいさんは政治家だっつってるけど村長なの、ただの。今ね、なんか地主かなんかなんだよ。だからそう、あの闇将軍は簡単に言うと田舎の方の地主でボンボンのお坊ちゃまなのよ。そうだから抜群のキャラクターなの。うん、ノレさんは下手だよね。うん、そこね。やっぱ精神的にタフじゃないと配信は続かないよな。恐ろしく心が強いよねみんなね。いや圧倒的だよね本当に。ふわっちで誰が来るかな。一人いた。才能はすごいあるんだけど、才能の塊なんだけど全然囲われないやつここにいた。花火よこせってこいつこいつここにいる、ここに花火よこせっていたいた。才能あるんだけど自分の才能に気づいてないやつ。どんな放送やってんだろう。16分コメントゼロだ。いたいた、天才がいたよ。16分18人見ててコメントゼロってすげえ。あ、放送終わった。何だったんだよ。いや面白いな。うん、いや今放送終わった。わかんない。知らない。天才なんだけどね。あいつの面白さっていうか、あいつがハマったらもう面白いよね。柏木とか、柏木ニコ生復活したみたいだけどね。なんかツイッターで見たよ、柏木復活。柏木はまた配信会にぎわすだろうな。チャンスが来たらやめるかな。
あー、アイテムありがとう。バガありがとう。トム最強？あー、いや、伸びないと思うよ。だってデビューして1ヶ月の俺にボロボロに論破されて赤っ端かいて顔真っ赤にしてたからね。無理でしょ。向こうの土俵でさ、俺配信始めて1ヶ月でファンドム系赤っ端かいてたからね。だから彼は無理だと思うよ。喧嘩と界隈は無理。頭悪い人が多いから喋れないし、無理だと思う。むしろ喧嘩とつなまぬしのおかげでだいぶね、あの閲覧稼がせてもらったよね。布族でしょ、布族。ファントムは厳しいだろうな。あ、美味しいよね、マックルーリオレオね。いや厳しいと思うね。一部のなんかコアのファンがついて終わり。まあ閲覧50人がマックスだろうね。一周最初は見てもらえるけど、あのトークじゃ人は集まらない、キープできないと思う。だから一部のコアな50人が集まって終わりだよね。でそれでファントムさん強いっすね、ファントムさんかっこいいっす、ファントムさんすげえっていう悲しい放送。50人ぐらいの信者がすげえ強えって言ってる放送、うん、泣きたくなる。俺そんなん耐えらんないもん。明日に備えて寝るか。じゃあ明日岡山だかんね。でもなんか明日なんか動き出しそうな、ドラマが始まりそうな気がするんだよな。なんかそんな気がしない？なんかこういう予感当たるんだよね。ワクワクする。なんか新しい展開が来そうな気がするんだよね。昼間放送やったら閲覧もそこそこ行きそうだしね。2,300は行くだろうし、まあ、もしよかったら、あの、明日見に来てよ。明日関西にいるから。俺は飯食って風呂入って寝るわ。あ、今3発、え、1000発も上がってんだ、すごいね。いや、なんか、あれじゃん？すごい大金持ちがいるんでしょ？羨ましいよね。うん、いや、リスナーさんが、太いリスナーさんがいるんだよ。おう、ラニさん、ハートありがとう。ありがとうね。いや、金梅さんはさすがだよね。うわ、ほんとだ、1000発上がってる。えぐ。やばいな。先発ってことはいくら？50万かよ。一枠で50万稼ぐの？えぐ。かっこいいわ。世の中にはぶっ飛んだ金持ちいるからね。すげえ夢があるよね。うん、気をつけていくよ。すげえな。いやー、わかんない。
誰が投げてんのか全く分かんないね。まあでも金梅さんがこれくらい稼いでもらわないとね、俺ら若手はね夢がねえよな。じゃんじゃん稼いでほしいよね。レジェンドにはガンガン稼いでもらいたい。ハルさんがやってるのかな。羨ましいよね。はい、こんばんは。もう終わりだけど。ヤナラッキーもこんばんは。もう終わるけどね。今日はこれでおしまい。明日岡山。もし明日の放送を見てくれる人いたらフォローしといて。岡山駅から多分配信回すと思うから。金梅さんやばいね。俺先発とか初めて見たよ。やばい、とんでもねえわ。数時間で50万稼ぐんだもんな。えぐいよね。おい、みんなお疲れ、ありがとうね。じゃあおやすみ、また明日。